やばいね。もっといい武器を探すべきだな。必要ないね。頭蓋骨を握りつぶすほどの握力。一度掴まれたらゲームオーバー。普通に考えて無理ゲーだけど、立場が逆なだけでいつもやってんだよね、その無理ゲー。おすごい、全部避けるかさばいてる。カラスマ先生の防御テクニックですね。殺し屋にとって防御技術は優先度が低い。だから授業で教えた覚えはないが、目で見て盗んだな。俺が生徒のナイフを避ける動きを。赤羽カルマ、この E 組でも戦闘の才能は頭一つも抜けている。避けられるけど、こっちから攻め込んだら捕まるからな。どうしたぬ。攻撃しなくては永久にここを抜けられぬぞぬ。あんたに合わせて正々堂々、素手の怠慢で決着つけるよ。いい顔だな、少年戦士。お前とならやれそうな。暗殺家業では味わえぬフェアな戦いが。チャンス。一丁上がりぬ。あのガス、長期戦は好まぬ。スモックの麻酔ガスを試してみることにしたぬ。汚ねえ、そんなもん隠し持っといてどこが部屋だよ。俺は一度も素手だけとは言ってないぬ。こだわることにこだわりすぎないぬ。それもまたこの仕事を長くやっていく秘訣だぬ。至近距離のガス噴射、予期していなければ絶対に防げる。ぬわんだとぬ。奇遇だね、二人とも同じこと考えてた。ぬわぜ、お前がそれを持っているぬ。しかもなぜお前は俺のガスは吸ってないぬ。ほら寺坂、早く早く、ガムテと人数使わないとこんなバケモン勝てないって。へいへい、てめえが素手の怠慢の約束とか。もっとないわな。縛るとき気をつけろ。鈴の海域は麻痺していても要注意だ。はーい。